久保さんまあ確かにですねその思考をアップデートするっていう概念が多分、ね、昔とちょっと違うと思うんですよ。それは何かっていうと別に自分たちが考えなくても AI が考えてくれたりとか別にその検索キーワードを入れたらね無限に答えが出てきたりとかするわけなので要は思考をアップデートするというよりかはもはやあの昔は暗記してその暗記量を競ってたりしたんですけど。 もう暗記なんかいらないんですよね、ぶっちゃけ今って。だから、その行動をしていく思考ですね。うなん、何だろうな。これなんて言ったら、まあ、久保さんだったらうまくまとめてくれると思うんですけど、うん、行動を、こう、秒で動けるような行動を促すような思考ですよね。要は、使い倒すっていうね。使い倒す思考。でもこ、ここに思考があるのかどうかっていうとこなんですけどね。例えば、 iPhone とか説明書ないんですよ。だけど使えるようになるじゃないですか。なんでですかと。使い倒してるからですね。毎日触って。昔はね、ガラケー時代、久保さんもガラケー買ってきた、買った時代だと思いますけど、めちゃくちゃ分厚い説明書ありましたよね。今、iPhone 買っても説明書全然ないですよ。1ミリもないですよ。だけど使えるんですよ。なんでですかっていう話で。それは使ってるからですよね。 もちろんそのデバイスが使いやすいように設計されてるっていうのはもちろんあるんだけども使ってるからなんですよねうんだからなんだろうなだから今までの固定概念とか価値観とかそ,のそれをアップデートするよりかはなんか今ねちょっとね久保さんあの今月末セールスするのでセールスビデオのねプレゼン作ってるんですけどなんか思考を捨てるというか なんかアップデートするよりそっっちの方が大事なななんじゃいいかなっていうだって思考をしなくても勝手に考えてくれるんでか勝手に答えあるし <laughs>、ねうん、だから思考も大事なんだけども、うん、だからそのそのどう表現していいか分かんないですけどそのアップデートという定義もね疑わないといけないですよね、まあ、昔まではいろんな情報をね知識人というか暗記しないといけないっていうところでしたから今は別に暗記しなくてもいいんで。 デバイス使いこなせれば稼げますからうんでこれからもどん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 人間よりもっと人間の脳なんかもうクソですよもう AI の方がすごいとは優れてるし多分計算とかもね人間ができないような計算を何万通りの計算を1秒でコ,コンマ1秒とかでできるわけですから勝てるわけないですよねうんだからそういうのをね使い倒していく使えるような使い倒す思考すからね <laughs> 使い倒す思考あとは古い常識とか価値観をいかに捨てるのかっていうだから僕はやっぱすごいなと思ったのが今年の,おしょあの年度明けですねあのガナリがねガナリがね「がなりがね俺はガガはいスマホなんか使わねえガラケーだ」みたいなね「うわー」みたいに言ってた人が「スマホデビューしました」みたいなやっぱねあの切り替えなんですよ 僕はね、やっぱす、あれはすげえなと思いましたね。頑固、もう、ガなり言っても、高橋がなり、すげえ頑固おやみたいな感じの、もう、昔ながらのおっさんみたいな、もうなんか、昔のおじさん代表ですみたいな人がね、ああ、やっぱすごいなと思いましたね。うん。ちょっとスマホデビューしますみたいな。<laughs> あんだけ言ってたのに、スマホなんかいらねえみたいなね。<laughs> やっぱ、ここのね、切り替えなんですよ。 だから僕はねあれはね本当に学びがありましたねあっやっぱうまくいってる人っていうのはどんなに言っててもコロッと変えられるっていう変えられるパワーというかね変えられる力変えられる思考時代のその流れにこうついていこうっていうようなものがあるんだなっていうだから僕自身もねまあ僕は高橋がなりじゃないですけども R34 ね絶対手放さないと絶対手放さない 絶対手放さないってずっと言ってたんですけど手放しましたからね <laughs> なんかねそ,そこのねまあその波に乗っていくっていうのが、うん、臨機応変にその変えていくっていうのが本当に大事だと思いますよだ僕ねまあ結果論ですけど本当ね売るタイミングもマジでベストだったなと思いますね <laughs> 本当に。 今まあ分かんないですよ3年後4年後5年後10年後まで見たら分かんないですけどここ直近数年で言うならば多分ベストタイミングかなとうんだって本当にコロナがもっと万全したらその買い取り業者が鹿児島来れないですからね多分おそらく買い取り業者今全国回ってるんですよその R 買ってるような業者ってでも多分今後もっと爆練したら多分、まあ、その業者さんの中でコロナ発生したりとかね まあ多分リスクがあるんで多分これないと思うんですよこれづらくなるしだからなんかすげえタイミングで売ったなと思いますけどねうんだからまあラッキーですねうんまあ後付けですけどうんうやっぱこう変えていくっていうのはね本当大事ですねうんうはいいってらっしゃい